ヘルシングは、平野光太による日本の漫画作品。本作は、少年画報社のヤングキングアワーズシに二27号から2008年11月号まで連載されていた。主に20世紀末のイギリスを舞台とし、大英帝国の王立国境騎士団、通称、ヘルシング機関と、これに所属するインテグラ、アーカード、セラスの3人を主軸に展開する。 吸血鬼と吸血鬼ハンターとの戦いを描いたバトルアクション漫画である。平野節説と呼ばれる作者独特の過激なセリフ回しが大きな特徴。また、1944年のアルシャワを描いたガイデン・ザ・ドーンがある。題名のヘルシングはブラム・ストーカーの恐怖小説、吸血鬼・ドラキュラの登場人物、バン・ヘルシング教授に由来し、 ヘルシング教授の子孫が主人公の一人、インテグラとされる。ただし、ヘルシング教授の名前の綴りは、ヘルシングである。作者本人の過去の作品からの登場人物の流用が多く、また、ナチスの残党やイスカリオ的感などの設定の原型も同様に見られる。二千一年にゴンゾリジメーションによってテレビアニメ化され、その後は二千五年にサテライトによって、 OVA 化される。米国では2003年から英訳対抗本7巻が刊行され、2006年には大手出版業界関係と NBC の協力で行われるクイル賞の読者が選ぶベスト本ベストグラフィックノベル部門にナルトナルトと並んでノミネートされた。また日本でも2006年日本のメディア芸術百選漫画部門で22位に選ばれている。 ガーディアンズ・オブ・オーダー社より2002年8月30日にテレビアニメ版の解説書が2巻2004年6月7日に D20 システムを採用した t r p g 版ヘルシングが発売されたブランドマーズ6 t により平野絵描きおロシ絵を使った公式 T シャツシリーズが6種類販売されている10巻の帯で累計発行数400万部突破の告知をしている 2021年3月、ハリウッドでの実写映画化が報じられた。20世紀末。英国では不可解な吸血鬼事件が頻発し、インテグラ率いる王立国境騎手段、通称ヘルシング機関は、絶大な力を持つ吸血鬼でありながら、吸血鬼を狩るアーカードと、新たに吸血鬼となった不敬セラスを刺激し、対処に当たっていた。しかし、 暗躍する謎の敵組織により、ヘルシング本部が強襲されるなど多大な被害を受ける。一方、プロテスタントである英国とは、敬遠の中であるバチカン及びその直属、イスカリオ的館も、またカトリック教徒が多い英国スコットランドでの吸血鬼事件に介入し、ヘルシング機関はアーカードに匹敵し得る、大化物の切り札アンデルセン神父と戦闘を繰り広げる。 右与曲折を経て、ヘルシング機関は、イスカリオテと協力関係を持ち、事件の黒幕が南米に逃れた、ナチス・ザ党等による組織、ミレニアムだと知る。情報収集のため、ブラジルへ派遣された、アーカードは、ミレニアムの構成員や協力者らに襲われるも、逆に彼らの正体が、先の対戦末期にヘルシング機関が潰した、少佐と呼ばれる男の部隊であると判明。 すべての準備が整った少佐は、英国王室の会議で、英国に対する戦線布告を行い、配下の者たちに、第二次、ゼーレベ作戦の開始を宣言する。一方、その場に言いながら、少佐から無視された、イスカリオ的機関は、英国とミレニアムを共に潰そうと画策し、英国を再征服するために、機関長マックスウェルを最高指揮官とする、第九次空中機動十字軍を結成する。 陽道作戦によって、アーカードを英国から引き剥がすことに成功した、ミレニアムは、帝都ロンドンへの奇襲に成功する。さらにヘルシング機関へ強襲をかけ、ほぼ戦力を無効化するが、真の吸血鬼として覚醒したセラスによって、強襲部隊は壊滅させられてしまう。その感激を塗って、イスカリオテ機関は、地獄と化したロンドンに進攻をかけ、ミレニアム、ロンドン市民問わず、 殲滅を観光する。ミルニアムと十字軍の軍隊が退治し、ロンドンにおける英国の戦力が事実上インテグラとセラスの二人だけという絶望的状況の中、帰還したアーカードは死の川こと高速制御術式霊号を解放する。アーカードのうちにある数百万の亡者たちが放出された結果、柴叩く間にミルニアムと十字軍の地上部隊は壊滅し、 戦況は逆転する。混乱の中でマックスウェルは死亡し、アンデルセンは十字軍の失敗を宣言すると、単身でアーカードに挑む。自ら奪われの化け物となって、アーカードを追い詰めるも、アンデルセンは敗北しなくなる。そこに若返ったインテグラの老出寺ウォルターが現れ、ミルニアムに寝返ったことを明かした上で、アーカードへ挑む。インテグラは信頼していたウォルターへの決別を、 宣言すると、セラスを従え、少佐が待ち構える飛行艇へ乗り込む。アーカードとウォルターの戦いは、ウォルターが前線をするものの、無理に吸血鬼化した体が限界を迎え、アーカードが追い込む形となる。アーカードは、血の皮を自らの体内に戻し始めるが、すべては、この瞬間が狙いだった少佐は、切り札、シュレディンガーの血を混ぜ、自己認識できなくなった。 アーカードは消滅する。強化ガラスを隔てて退治するインテグラに対し、少佐は勝利の余韻に浸る。強敵、大意を打ち果たしたセラスの合流により、強化ガラスが破られ、負傷した少佐はサイボーグであることが判明する。少佐は人間の定義について語り、人として化け物である。アーカードを倒したことを誇るが、インテグラはそれを否定する。一騎打ちの果てに、 少佐は満足な笑みを浮かべて絶命し、インテグラはアーカードの帰還を予言する。30年後、アーカードはいまだ帰還しない中、年相応にふけたインテグラは変わらず除血としてヘルシング帰還を率いていた。ある夜、就寝中のインテグラを何者かが襲い、彼女が応戦する。そこにいたのは復活したアーカードであった。アーカードは30年間、 自分の中の命を殺し尽くし、事故を認識できるようになって復活したのだった。インテグラは指先を切って、血をアーカードに与え、二人は軽く挨拶を交わした。大英帝国と英国国教会をハンキリストの化け物から守るための組織。その長は、ヘルシング家の当主が務めるため、通称、ヘルシング機関と呼ばれる。ロンドン郊外にある、ヘルシング家の屋敷を本部とする。 吸血鬼アーカードや執事、ウォルターなどが吸血鬼退治にあたるが、一般戦闘員も多く抱えている。しかし、物語序盤のバレンタイン兄弟による本部襲撃で人員は数名を残して、ほとんどが死亡する。その後、ベルナドット率いる傭兵部隊を当ててカバーしている。英国王室に忠誠を誓う政治家、貴族、軍人など、 政財界の重要人物で構成された秘密結社。アーサー王伝説の円卓の騎士にない、12人の構成員がいる。インテグラもこのメンバーの一人、バチカンの法王朝特務局第13課、通称特務機関イスカリオテ。作中でバチカンには12使徒の名を冠した12の課が置かれていることになっており、13課は裏切り者、 イスカリオテのユダの名を冠するが、その活動内容ゆえに否得され、表向きは存在しないことにされている。バチカンの保有する唯一にして、最強の戦力であり、カトリックの地上における神罰の代行者として、悪魔、化け物、異教、異端の殲滅を存在目的とする。英国国教会の守護者である、ヘルシング機関とは対立していたが、 第二次世界大戦末期に一部のバチカン籍期者がミレニアムと関係を持っていたことを知らせ、ミレニアムに対抗するために五越道州の共同戦線を張る。ミレニアムのロンドン侵攻に乗じて、英国を裏切り、第九次空中機動十字軍の召集及び第九次十字軍遠征、熱狂的再征服を発動。英国を再びカトリック教会の支配下に置くために、 ロンドンを強襲する。しかし、戦言の武装進歩隊の命令拒否や、アーカードの高速制御術式令5解放によって選挙区が悪化し、総司令官のマクスウェルは死亡。アンデルセンにより、第9次十字軍失敗が宣言される。結果、イスカリオ的官及びバチカンは、大半の戦力を失うこととなった2030年には、アイダキューブ機関長の下で再編されている。 南米に逃れたナチス残党によって結成された組織及び軍団。ミルニアムとは千年王国のい最後の大隊と名乗ることもある。指揮官である、少佐を除く千名の構成員すべてが吸血鬼化した戦闘団であり、主官の中には人狼と呼ばれる特殊能力を持った幹部もいる。規模は、大尉一名、中尉三名。また、SS 大隊であるが、空軍。 海軍の士官や SS 高科両兵の姿も見受けられる。さらに各所にスパイやチンパムをり、単なる捨て駒から重要拠点の制圧などの作戦行動を担うものまで様々である。その前身は第二次世界大戦中よりヒトラーが下した命令、相当特比666号を遂行すべく結成され、少佐を筆頭に、 人為的な吸血鬼作成の研究を行っていた独立部隊。永遠の命を餌に一部のバチカン関係者との協力関係の構築も行っていた。戦時中は出来損ないのグールしか作れず、それもヘルシング機関によって潰されるが、戦後に逃れた南米で研究を完成させる。物語初期は南米ジャブローの本拠地、ヒョウの巣を拠点に、 使い捨ての吸血鬼たちを操り散発的に英国を襲わせてデータを集め中盤より第二次ゼーレベ作戦を発動してロンドンに進攻する。ヒトラーなキーマは正規軍と呼べるものではないが戦線布告をするなどあくまで英国と対等関係での戦争行為を自負している。少佐の意のままに動く軍隊であるがその最終目的は半然としない。 平野康太著、少年が放射官。作者は大のビデオゲーム好きで、各話の副題は、それぞれ有名、ビデオゲームの作品名に由来している。その幅は広く、アーケードタイトルから、PC ゲーム、コンシューマータイトル、海外飲食ソフトなど、かなり古い国産、外国産、PC ゲームのマイナータイトルなども含まれる。作者自身が1年に1冊出すのを目標にしていたが、 実際には単行本の刊行は多少遅れることが多かった。6巻及び8巻の巻末を分け漫画でも作者の単行本の観光ペースについてバレンタイン兄弟がネタにしていた。2巻以降のカバー裏では作中のシリアスな展開を覆すシュールなギャグイラストが掲載されている。アーカードをはじめとする登場人物がいじられていたが、その中でも少佐は 部下の毒などと共にコミケに参加するなど典型的なオタクキャラとしての地位を確立していた。最終巻では登場人物が揃って強烈なコスプレを披露している。かっこ入り数字は正確には丸付き数字。2001年10月18日より富士テレビ11月より東海テレビで放送され、関西地区は関西テレビ独立 UHF 局の3テレビで、 放送。制作はコ混雑及びリジメーションで全13話。原作に対してかなりの改変が見られ、特に後半はほとんどオリジナルのストーリーに差し替えられている。設定においても、日本国外に輸出、配給されることへの配慮から、ナチスなどの描写が排除されたため、例えば詳細率いる組織が出ることなく終わる。また、吸血鬼の設定においては、 本作の脚本家、小中千秋が以前に脚本を担当したアニメ版、デビルマンレディからの流用が見られる。作者の平野は、自身のサイトの日記などで、アニメとスタッフに対して不満の意を表明。また10巻巻末のバレンタイン兄弟のおまけ漫画でも、それ自体がネタとはいえ、アニメ化を非常に軽い扱いに置いている。以下、主な相違点を挙げる。第6話、 デッドゾーンでは、地上波放送時、ヤンの過激なセリフが P 音に変えられて放送された。これはもともと CS での放送を前提として、シナリオを書いていたためらしい。DVD 版及び後日の OVA 版では P 音は外されている。幾度かの延期を経て、2006年2月に、原作そのままかつ、原作が終わるまで OVA をリリースかつ、 主要キャストはアニメそのままを歌い文句に、ミルニアムの賞を取り扱う OVA 版の制作が決定した。タイトルは、ヘルシング・アルティメット・ OVA シリーズ。アニメ制作は新たにサテライトが担当することとなった。公式サイトには、アンデルセンの声優が変わったことを知らせるために、未的必殺協力若元ブランニュー、アレクサンドル・アンダーソンとトップに、大々的に記されていた。 なお本作は品質をかなり重視しているため、1巻はリテイクの上で、2から4巻と8巻はそれぞれ当初の予定日より、発売が延期された。DVD のオーディオコメンタリーで、中田が大きな画面で見てみたいと発言していたことから、秋葉原エンタ祭りの企画として2007年10月28日に、秋葉原オックスにて1巻から3巻のマラソン放映が実施された。また、 発売前の4巻 A パートもプレミア放映された。また、ロンドローブ2008では5巻以降の制作がサテライトからマッドハウスへ交代することと監督がところともかずから変更することが発表された。8巻以降ではフィナールシーズンと大四祭の制作会社と監督が変更されている。なおブルーレイは6巻より DVD 版と並行して同時発売されており、 1>, 1巻から5巻はセットのブルーレイボックスとして2度の延期の末に2010年10月22日に発売された。1巻に DVD 版から大幅な修正が加えられている。第10巻にはドリフターズ PV アニメも収録。レードル・インズ・ブラック・ドック・ワルソー・レコーディング・セレクション OVA4 巻の特典ディスク・ナチスナ・ CD ・ヘルシング・アイ。 V ブルーレイボックスの特典ディスクなんとなく、イスカリオテヘルシング6、X ブルーレイボックスの特典ディスクコミックブック、リソーシズのアルテミス雑影機は、スタイリッシュな絵柄やストーリー、女性キャラクターの活躍などを評価し、新たな吸血鬼作品の道を開いたと述べている。ファミ通のシシュモモフライは、第一巻を紹介する記事の中で、個性的なキャラクターを評価している。また、 シシモモフライは本作の登場人物であるセラスに対するインターネット上の反響としてちょっとポンコツなとこが可愛いといった意見を取り上げている。テレビアニメ版及び OVA 版におけるキャストの演技についても評価が寄せられている。アーカード役の中田ジョージの場合、アニメのニュースサイトアニメ。アニメ。が2020年に行った彼の出演作の人気投票の中で アーカードは2位にランクインした。投票者からは、アーカードのキャラクターと中田の声が合っているといった意見が寄せられたほか、作中で多様な姿を見せるアーカードに合わせられる中田の技量を評価する声もあった。少佐役の飛立天男については、アニメートタイムズが行ったアンケートの中で、作戦直前の演説を評価するが寄せられた。また、アニメ。アニメ。 が2018年に行ったアニメの演説シーンの人気投票では、少佐の演説がノーゲームノーライフの空白の演説と同率で1位にランクインし、そこでも日田の演技を評価する声が寄せられた。ありがとうございます。